どうもキャピーヌです。ということで始まりました。今日もね、あっちゃんの方からあるものが届きました。まあ中身は知ってるんですけれども、多分またアンビションズのグッズになります。会場でもいろいろ買いたいからネットであんまり買わなかった。お、来た来た来た。マフラータオルっていうらしい。じゃん。で、去年のライブのあっちゃんから買ったマフラータオルがこちらになりますね。赤です。で、これもこれで結構肌触りがいいんですよ。ふわふわしてる。結構汗とか吸い取ってくれそうな、まあ、材質。もう運動した後とか使えそうなタオルです。ザンッって。はい、ドーン。逆だわ。ドカーンッって。あ、これよく見るわ。なんかよく見る、ツイッターとかで。ウェイ、ウェイ。これマフラータオルっていうくらいだから、あれだ。こうやって首に巻いて、イエーってやるやつ。去年のも結構しっかりしてる。で、それに比べてちょっと今回は薄めだね。薄め。去年のはちょっと分厚いんですけれども、今回のはちょっと薄めです。肌触りは去年のと比べると、ちょっとふわふわは減っちゃったのかなって思います。まあでも去年のよりも増して、結構デザインはかっこいいですね。うわー、ブスだなー。今回のライブのセットリスト、曲のセットリストが個人的には結構テンション上がりました。まず2曲目で、昔の曲なんですけれども、オニオンっていう曲が、ライブで歌われるということで、昔僕も結構オニオン聴いてて、これかっこいいなって思ってた曲なんですけど、だから歌ってくれるのか今回と思ってめっちゃテンション上がってます。まあこれ以上ね言うとネタバレとかになっちゃってあんまり言いませんが、まあ、今回のセットリストは個人的にはパーリナイでした。最高ってことで、あっちゃんから届いたのは今回この T シャツとこのマフラータオルだけになります。あんまり種類は買わなかった、まあ、売り切れで買えなかったっていうのもあるんだけどね。それほど有名になっちゃったってことですね、ワンオクが。はい、ということで、あっちゃんの方からね、ワンオクのグッズを買いましたっていうお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ビビ